はい、ちくわです。今回はね、コントラクトサーバントというゲームをやっていきます。このゲームはサーバントと言われる、カードを使ってデッキを作ってですね、対戦するバトルゲームになります。カードの配置や組み合わせによってもね、結構その戦略によっては、強い人にも勝てたりするようですので、無課金でもね、頭を使って対戦していけばランキング上位に食い込めるゲームとなっているようです。でこれはね、なんか日本の上場企業もね、運営しているようで、結構ね面白いと話題のゲームのようです。それで、基本的にこのゲームの稼ぎ方は、こちらのマーケットを見てもらうと、こちらがね、全部サーバントと言われるカードになります。で、こちらにね、今 Now Price 0.01ETH って書いてあるんですけども、こちらがイーサリアムですね。で、仮想通貨のイーサリアムで 0.01 イーサリアムで売られてますよということです。なんで、今ね、私が撮影している時点で今だいたい 0.01 イーサリアムが2394円ぐらいですね。で、こちらは取引されていると。で他のキャラクターも、だいたい 0.01 イーサリアムですね。あとはなんかこの辺のね、豪華なサーバントになってくると 0.5 イーサリアムとか、こちらは1イーサリアムですね。1イーサリアムだと 239,364 ですね。なんでこちらのカードは23万円すると、このようにレアなカードをゲットしてそれを売買することで稼ぐことができると。あとはですね、こちらこのニズヘグというサーバントですけども、同じステータスのサーバントというものは存在しないようです。同じ名前、同じねイラストのカードであってもそれぞれねステータスが異なっていて、同じカードは存在していないようです。なのでこのニズヘグというのは世界に一つだけのカードということになります。で、初めのうちは、私も始めたばっかしなんで、とりあえずね、このタワーで、このシヌイの塔というところをやっていくようです。私、先ほど1面をクリアしまして、次ね、2回にチャレンジしてみたいと思います。で、相手がね、攻撃する範囲っていうのが決まっているようで、1回はね、全く攻撃が当たらない場所があったんですけど、今回の2回の階層では、すべての場所に攻撃が飛んできますよと。で、さっき1回で、フューエルっていうね、サーバントをゲットしました。で、フューエルは挑発を持っていたはずですと。挑発は敵の攻撃を引きつけるスキルだと。うまく配置して魔法を回避する。ほほほほ。グイシオンの一列魔法が飛んできます。こう飛んでくると。挑発で攻撃範囲をずらしましょう。フューエルを設置して。チャレンジ。はい、そうするとこのようにね、サーバントがこう陣形を組んで、戦闘が始まります。で、あとは、基本的にオートプレイですね。私何も操作していません。勝手にキャラクターが、ターン制で動いて攻撃してくれてます。で、今最初なんで、全部お見せしてるんですけど、多分ね、右下の方のボタンを押すと、スピードアップできたりですとか、あとは左下にスキップっていうボタンもあるんで、戦闘を見たくないければ、飛ばすことも可能なようです。あとは他になんかやることっていうのは特に、ないんですかね。特に何か触るっていうことはないのかもしれません。一回陣形を組んでしまえば、あとはそれで終わりなのかな。ちょっとこれからね、どういうなんかスキルとか出てくるのかちょっとわかりませんけども、今の段階ではやることはないですね。
ただ見てるだけで戦闘が終わりましたよと。はい、勝利しました。はい、タワーをレベル6までクリアしたらコントラクトという機能が解放されました。契約ボタンをタップしてサーバントと契約してみましょうと。同じサーバントを複数枚獲得するとイラストが変化し、スキルやステータスが強化されます。なるほど、いろいろなカードがあるんですね。なんで、全く同じカードが存在しないっていうのは、やっぱりこうカードをね、集めていって自分だけのカードで戦いたいっていう人にとっては、まあ、非常にね魅力的なゲームかと思います。はい、それではウェルカムコントラクトというものを引いていきたいと思います。5連契約ポチッと。このなんか緑色のダイヤみたいなやつ、100消費して5連も引けるんですけど、私なんか1万255個も持ってるんですけど、これどういうことなんですかね。こんな持ってていいんですかね。おお、これはどういう演出。ノーマルレディロ、ノーマルのグイシオン、ノーマルのエリル、ノーマルのレグルス。お、なんか色が違うか。お、エピックのスモッカ、こちらのキャラクターを手に入れました。やっぱりエピックだとこうなんかこう縁取りがこう綺麗なんですね。ちょっとこう違いますね、なんか他のやつと。とりあえず先ほどのこのスモッカちゃん、こいつを編成して、で先ほどねこう取ったカードがこの下にずらーっと並んでて、でどれを出そうかなっていうのを選べると。で、相手はどこから来るかわからないって言ってたような気がしたんで、とりあえず適当に編成してみますか。デッキは最大8体で編成してください。とりあえずこれでセーブと。これで私のデッキが完成しました。で、トーナメントとか、あとはバトルってのも出てきましたね。このバトルっていうのは、目指せチャンピオンということで、チャンピオンになるとおそらく何かしらの報酬をもらえるんですかね、きっと。うん、ちょっとこのアイテムはいいのか悪いのかちょっと私にはまだ分かりませんけども、なんか豪華そうなアイテムをもらえるようです。ビギナークラスで一回やってみますか。バトルスタート。で先ほど組んだデッキで、スタートすると、うん、なんか相手がやたら強いな。みんな HP2000 とかあるな。いや、めちゃめちゃやられてるぞこれ。凍ってるし、なんか凍ってるし、ずっと。いや負ける。でも意外と健闘したか。 You lose。 はい、負けました。負けたけど、英雄の魂っていうのと、バトルレリーフってものをもらいましたね。これ、バトルポイントってものがあって、これはね、1日20回までできるんですかね。で、まあ、多分これ、時間で回復するんだと思います。あとはね、他にもこういうストーリーモードってものがあったりして、なんかこう、ストーリーに沿って話を、進めていくモードがあるようです。で、あとね、このサーバントは、レベルアップさせることもできるようで、レベルアップをさせると、ステータスを上げることができるようです。ただ、このサーバントのレベルアップには、なんかね、COE っていうやつかな、を消費するようで、で、結構ね、その COE っていうのは貴重なアイテムのようで、あんまりね、むやみやたらに、いろんなサーバントをレベルアップ、するべきではないそうです。なんで、いや、こいつはいいなっていうものを見極めて、レベルアップさせていくと。
ということが、まあ、効率よく強くする方法となっております。ちょっとせっかくなんで、もう一回ぐらいガチャを引いて終わりにしたいと思うんですけど、ガチャにもマジシャンとかヒーラーとか、こういろんな職業の種類があるんですね。アタッカー、ピックアップか。ちょっとじゃあ一回ピックアップ引いてみますか。5連契約。さあ、いいのが来るか。ノーマル。ノーマルですね。これもノーマル。同じ。ダメでしたね。マジシャンもなんか強そうなんで、マジシャンもやってみますか。マジシャン、これはどうあったら熱いのかな。下のこうなんかこう光ったら、緑色に光っても多分熱くはない。何色に光ると熱いんだろう。赤色に光ってもダメ。赤色もダメ。ちょっとわかりませんが、やっぱりこのキャラクターが本当によくデザインが作り込まれてますね。このサーバンとか一体一体がね、非常に綺麗ですね。ヒーラーもじゃあちょっと一回やります。これはダメだな。ノーマル。これもダメ。結構さっき当たったエピックは結構貴重だったんですかね。結構出ないですね、エピック。ちなみにさっき言ったね、貴重なレベルアップっていう方法なんですけど、こちらのマイリストというところにレベルアップができる場所がありました。これですね。でも私持ってないんで使えないんですけど、こちらで、サーバントのレベルアップができると。あとこの辺で、売却とかもできるのかな。あ、やっぱりセルっていうのが書いてあるんで、多分こちらで、売却することが可能になるようですね。はい、まあこのようにしてね、サーバントをゲットして、そのね、貴重なサーバントを売却したりですとか、レンタルなどもできるようなので、人にね、強いサーバントをレンタルして、稼ぐという方法もあるようです。まあね、こちらのコントラクトサーバント、無料でスマホでプレイできるので、始めてみてはいかがでしょうか。はい。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。